編青春恋愛小説。青春期の喪失と終焉をテーマとした全四編が収録されており、全編とも出版、文筆業に携わる男性の一認証で語られる。本作の数年後に同じく新潮社から刊行された。報われざるエリシオのために舞台、箱根大学のサークルでジスに出会い、その研究に没頭した僕と僕の親友、竹井の恋人で、 箱根の美術館の学芸員のよ子、広告代理店に就職し順調にエリートコースを歩む武井は、よ子と結婚し、僕は留年を繰り返しながらアルバイトを経て出版社に職を得る。数年後、僕は学芸員を続けていたよ子に誘われ美術館を訪れる。よ子は前の週まで展示されていたという、報われざるエリシオのためにという男のラ隊の、 ブロンズ彫刻に抱いた思いについて話し始める。ケンジントンに捧げる花束舞台イギリスケンジントン2000年1月18日10年間に渡った編集長を務めた雑誌将棋ファンを辞めるまで残り数日イギリスの老女からエアメールが届く。手紙には前月に亡くなったカラフト生まれの夫吉田総八が10年前から将棋ファンを定期購読しており 晩年の人生に楽しみを与えてくれたことへの感謝の意が記されていた。自分がやってきたことを確認したいという思いから一人でイギリスを訪れることを決め、エアメールの差出人、ジェーンを訪ねる。彼女から夫、総八との若き頃のひそやかな恋、戦争によって日本を捨てた彼が将棋ファンと出会ったきっかけを聞く。悲しくて翼もなくて、舞台、札幌、 東京ロックファンの僕は友人たちとレッドツェッペリンのコピーバンドを結成し、ライブイベントにもそこそこ人が入る人気バンドになった。ある日僕は公園でギターを弾きながらツェッペリンの歌を歌う少女を見かけ、後日彼女が高校の後輩、マミとわかる。東京の大学に進学した僕はバンド活動を続け、マミに学祭のライブのボーカルをやってもらい、彼女のおかげでライブは、 大成功し、彼女は地元、札幌でも有名な歌手となる。だが、彼女は25歳になって、すぐ突然引退してしまう。9月の4分の1舞台、ベルギー・ブリュッセル、フランス・パリ、小さい頃から小説家になる夢を抱き続けた、僕だったが、書くことがない、書けないという現実を前に挫折し、家電量販店に就職する。居心地の良い職場だったが、 ある日雑誌で見かけた、ブリュッセルのグランプラスという広場の写真に魅了され、仕事を辞めたシンベルギーへ向かう。真夜中のグランプラスで大の字になっていた僕は、日本人旅行者のナオと出会い、恋に陥るが、数日間を共に過ごした後、彼女は、9月4日で会いましょうとメモを残して、消えてしまう。そして13年後、僕は再び、ベルギーにいた。グランプラス大崎よしお。 9月の4分の1新潮社、新潮文庫2006年8月、ISBN 978から4から10から126,571から1、巻末解説、石田イありがとうございます。